新生活が始まりました。皆さんは希望と不安どちらが大きいですか？改めましてどうも、アイチーです。今日から新生活が始まった方も多いかと思います。最初はさ、こううわーってなりやすいよね。メンタルもね、不安定になりやすいかと思うんですが、私もね、もう動画でみんなこう背中でガーンって支えるように頑張りますので、ぜひね、お互い頑張っていきましょう。で、今回はですね、新生活を送っていくにあたって気をつけてほしいことを一つ、これだけぜひね、ちょっと意識してやってほしいってことを伝えていきます。それが、新生活の生活リズムを作っちゃってください。新しく中学生になった方、高校生、大学生、あとは社会人になった方もいらっしゃるかと思うんですが、新生活が始まるとですね、今までとは生活リズムが変わる方が多いかと思います。朝家を出なきゃいけない時間が変わってきますよね。で、そこが変わるってことは、起きなきゃいけない時間も変わってくる。で、家に帰ってくる時間も変わってくるので、家でこうさ、好きに使える時間の幅も変わってくる。それによって寝る時間も変わってくるかもしれません。なので、そういった、皆さん置かれてる状況によって違うとかと思うんですが、まず、何時に起きて、朝ごはん何時に食べて、何時に家を出る。で、大体家に帰ってくるのがこの時間だから、ご飯、お風呂、そして勉強だったり、仕事だったりをこのぐらいの時間にして、で、このぐらいに寝ようっていう、その生活リズム、自分のね、それをまず作り上げる。これをいち早く作ることがすごく大事なんです。ただ、実際に生活を送ってみなきゃさ、わかんないことってたくさんありますよね。このぐらいに帰ってくれると思ってたのに、実際もっと遅いじゃんかってこともあるわけなので、もちろんそこは修正しながら変えていきます。でも、なんで今回動画でわーって話しているかっていうと、この生活リズムを考えていくときに、絶対に外さないでほしい考え方があるんです。それが、遅寝設定を最初からすることです。つまり、寝る時間を遅くして、ここに時間を確保しようって、遅寝を最初から初期設定にして考えるのをやめてほしいんです。なぜかっていうと、多くの方が勝手に遅寝になっていくからです。例えば、今4月のこの段階で夜10時に寝る、そのリズムで頑張ろうと組み立てた方がいます。でも、これが5月6月ってなっていくと、10時設定だったのが、やることがもっと多くなったりとか、普通にね、こうダラダラちょっといろいろしたくなっちゃったりとかして、だんだん遅くなっていくんです。で、これは多くの方がそうなっていってしまう。もちろんそれをこうね、しっかりこう律することによって耐えることもできるんですけど、そうなる方が多いんです。だから、初期設定で12時に寝るみたいな設定をしてしまうと、それが1時2時みたいな。でも、起きる時間は変わらないでしょ。学校に行かなきゃいけない、仕事に行かなきゃいけないって変わらないから、どんどん生活リズムが崩れる。睡眠時間が短くなる。そっちの崩れになっていってしまうの。だから、まずこの時点では、できる限り、自分がね、9時に寝ろとは言わないよ。言わないけども、できる限り早く寝ようって、それができるような生活リズムはどうすればいいのかなっていう考え方をしてください。最初に、希望と不安どっちが大きいですかって質問をさせてもらいました。もちろん人によって違うかと思うんですけど、不安の方が大きいっていう方も少なくないんじゃないでしょうか。少なくともね、俺はそっちだったよ。すごく不安が大きかったんだね。で、不安が大きいってことは、メンタルが乱れます。メンタルが不安定になりやすいんです。で、そこに生活習慣の乱れが入っちゃうと、確実にメンタルの乱れの方に直結してブーストがかかるんです。さらに、メンタルが不安定になりやすいの。生活習慣が安定しているとですね、メンタルも安定しやすくなります。なので、ひとまずこの4月ね、なかなかね、生活リズムが作りにくい今だからこそ、まず夜更かしをしないような生活リズムでやれないかなって。もちろんね、新しく高校入った方とか大学入った方、やらなきゃいけないこといっぱいあるよね。あると思うんだけど、その中でやんなきゃいけないことと、やらなくてもいいことっていうのをちゃんとこう精査して、こう、ふるいにかけて、やるべきことをここでしっかりやって、できる限り睡眠時間を確保する。で、いい生活リズムで、まずは4月を乗り越えようっていう意識で、ぜひね、意識して、この皆さん、生活リズムを作ってもらえたらと思います。はい、ということで、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。今年度もですね、本編話した後に私の思いを話すこの2部構成でね、撮っていきますので、よかったら本を見てくださいよろしくお願いします。で、今回はですね、本編の方で、メンタルが不安定になりやすいっていう話をしました。で、皆さんも多かれ少なかれ悩みだったり不安っていうのを持ってるかと思います。私もありますね。あるじゃんか。で、この時にね、悩みってさ、自分の心の中にこうドンって居座るじゃん。で、モヤモヤしてくるでしょ。でも、悩みって2種類あんのよ。大きく分けて、ここを分けなきゃいけないの。分けてほしい。何かっていうと、1個は
自分一人の努力で変えることができる悩みです。でもう一個は自分一人の努力ではなかなか変えにくい悩み。悩みって大きく分けられるので、例えばその自分一人ではどうこうしにくい悩みは何かっていうと、主に対人関係が多い。つまり例えば友人関係とかさ、嫌なこと言ってくる人が出てくる対人ね。だってこの人の登場人物がいる限り、この人の感情によるじゃん。でしょ。この人がどう思ってるかっていう、自分一人ではどうこうできないものが登場しちゃってるものに悩んじゃうわけよ。で、悩むなって言ってるわけではなくて、でも囚われすぎちゃって、もう今はどうこうできないよなってどこかで割り切らなきゃいけないよね。だって引きずられちゃうんだもん、そこに。でも自分一人でどうこうできる悩みもある。例えば今日本編で話した生活リズムもそうだよね。自分一人の努力で意識でなんとかできる範囲のものってあるじゃん。その勉強とかもそう。でなかなか追いつけ、なんか勉強遅れちゃってっていうのも、まあ、もちろん大変だよ。大変なんだけど、自分の努力でカバーできるところがあるわけ。なので、悩みっていうのは、基本的に自分の力を注ぐべきものっていうのは、自分一人で変えられるものが先なはずなんだよ。俺の仕事の時もそう。活動もそうなの。でしょ？例えばさ、自分一人でコンテンツを良くしていくっていうのは努力でなんとかなる。自分で勉強したりとか努力でできんじゃん。ただ、例えばじゃあ何、コメント欄が例えばじゃあ荒れた時とかあった時にさ、やだなって、それなんとかなんないかなって思うけど、でもそれは相手がいるものだから俺にはどうこうできないよ。まあもちろんいいコンテンツを作ることによってそれが変わっていくってことはあるかもしれないけどね。なのでみんなもこれから、特にね今4月メンタルが不安定になりやすいから、いろんなことに悩んだりとかいろんなことが不安になると思うの。でもそこを自分一人でどうこうできることなのかな、それとも今はそれは難しいことなのかなって住み分けをしてほしい。でもちろん不安になる、不安定になるからそれはいいんだって、不安定になるのは。でも自分が見るべきもの、力を注ぐべきものだねっていうのは、自分一人でなんとかなる、自分の努力がちゃんと反映されやすい方が優先だよなってぜひ思ってください。みんなの時間は有限だから、無限じゃないからね。だから限られた時間っていうのをそういう有効に使っていって、で自分の人生がこういい方向に変わっていってるなっていうのを自分の力で切り開いてるわけだから、それを実感してほしいなと思います。まあ、もちろんね、なかなか今こう生活も不安定な時期だからさ、そんなこと考えられないよって方も多いかと思うんだけど、でも落ち着いてきた時にちょっとずつ考えられるようになるはず。その時に、あいつあんなこと言ってたなって思い出してほしくて、今回ねこの話をさせてもらいました。はい、ということで改めてになりますが、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。また来週ね何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。では今週1週間と言わず、今年度ねもうお互い頑張っていきましょう。それじゃあまたね、バイバイ。